日本ワールドカップ1位通過おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。おはようございます。いや、日本1位通過だね。いや、半端じゃねえ。マジブラボーブラボー、マジでブラボー。はい、ということで今入るの ETC 世界の横浜ワイドから入りますよ。ありがとう日本、本当にブラボーでしたね。ドイツとスペインに逆転勝ちだよ。そうなのよ、コスタリカに負けたけどね一瞬だって日本とコスタリカが1位に通過するっていうね。いや、その瞬間はね、もうね、震えたねあれはたまらんね。次がクロアチアか。いや、クロアチアはね、強えぞ。え、勝ったとしても次、なんかブラジル説みたいなの出てるでしょ。そう、だからそのブラジルである意味もう全部こうわーってやってパーンってチッとしてるパーパーパーブル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 ヒットしてる。あ、ポルシェのそれだね、それってことで今日は今年最後の DRM DRM チャンネルということでね。はい、今年最後、今年最後でございます。あ、横浜たけるの活動が、はい、今年で最後ということで。今年で最後で、今年の最後ですね。どちらまで行くんですか。茨城県でございます。あおなじみ茨城県。はい、我々大好き茨城県でございます。今年たくさん行ったね。いや、もうね、行き過ぎてね、関東リーグなんか茨城リーグなんじゃないかってね勘違いするぐらい行ってますね。確かに。相手が堺トリニタスさん。おー、はじ、い、めましてなんでね、しっかりのセイハロー言いながらね、セイハロー、はい、ちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。今日は後部座席にサリーブラボーブラトモユートさんいたよ。ブラトモユートさん前回ね、タケルで初得点。あ、そうだ。ちょっとね、あの相手側の事情でですね、まあ、関東の入れ替え戦を控えてるということで、ちょっとまあ戦術的に映せないと、映像 NG だね。 NG がちょっと出ちゃったんでサニーさんのね、ゴールはあのなしと、なしということで、ということでブラボーそれはブラボーじゃないのよ。今日はカメラあるんでね、そうそこで決めてもらって、これで正真正銘のね、タケル初得点を決めてほしいですよね。オフィシャルなゴールということでね。それであのブラボーしてほしいよね今日ブラボーですね。ブラボー、ちょっとなんてなのよブランチ明治ザバスミルクプロテインバナナ風味ということでね、今日声出てるね。いや、特に今日はね、やっぱラストなんでね、オグラアンパン。あ、そこはあの落ち着くのね最近ファミマのさ、エコ割りしてんの分かります？あ、分かるよ。これちなみにあのシエテ音声さんもね、ソーンさんもね、やってますね。SDGs だから。 SDGs のね、波ですね。あ、なんかすごくないこれ。あれ、なんかさ、おしゃれなタワマンあるね。タワマン、これすごい壁だね。確かにあの壁を壁っていう人あんまりないバルコニーが広いよ、この都内にあって。コーナーアークぐらいあるね。コーナーアークぐらいあるねこれは。さあ、そして皆さん、あ、前方に見えてきたのが、あれがね、噂の森ビルだー。今年見納めですからね。あ、そうか、2022ラスト森ビルってことでね。はい、皆さん、あの肉眼にね、画面を通して焼き付けといてくださいよ。あの森ビルはね、出た、あの周辺のね、この土地をね、あの最近Google の姉さんめっちゃ喋るな。いや、喋るのよ、アップデートしたのよ。したらさ、めっちゃおしゃべりになっちゃって困ってる。なんか最近結構話聞いてんだけどおしゃべり姉さん、うん、左折してくださいって言ってもさ、みんな右折するんだって私の話聞いてくれないんだって。明治ブルガリアヨーグルト。明治ブルガリアヨーグルト。はい、スカイツリーでーす。どうもお世話になっております。やっぱでかいね、スカイツリーは。スカイツリーはやっぱ存在感があるよ。スカイツリー行ってみたいね。確かに、ちょっとスカイツリー今度行こうかな。なんかあるんだよね、スカイツリーのショッピングモールみたいな。空町。あ、空町、そう空町があるのよ。行ったらちょっとタックルするわ。タックル、うん、スカイツリーに、うん、どっちが強いかちょっとやっぱ一回勝負してんの折れるんじゃないあれ。確かに、あれ折れたらどの辺まで倒れるんだろう。一つの区ぐらいはね、潰せるだろう、ね、やっぱ巨人対スカイツリーはね、巨人対スカイツリー一個の区が破壊されるという、ね、茨城にいい、茨城にいい、ポン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 。なびくキャナイだったね、犬みたいだったね今ね。桜土浦で会うします。あーうー、なるほど。寒い。アイスピーチ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 。ピーフィールド。2年ぶりだね。なんかちょっとね、母校に帰ってきた感じするね。母校に帰ってきた気がするね。今日は3本ですか。今日は3本やります。おお、はい、出る、出ます。お、出る、ついに、はい、ジャイアント動きます。今年ね、最後ですから。あ、そうだね、ラストマッチだね、はい、勝利でね、終わらないとね。今年はあの負けた数のがね、圧倒的に多いんでねそうだね、まあ、やっぱり日本代表みたいにね、はい、この逆境を跳ね返す、はい、そんな勝利をお届けできたらいいなというふうに思っています。タスク捻挫、これ捻挫っす。お、捻挫2期。捻挫2期です。うわー、俺も捻挫ブロック
足首戦隊やばい、これレザーマン止まらないやつだこれ。やばい、すげーな今日今日すげーな今日もだ、今日もダハハハハダハハハ今日は出てさあ、年内最後のトレーニングマッチ始まります。試合開始です。あパワーおいおいおっとお差し込んで小西未来見すぎだってだから、まあ、もうちょい近い未来見ろよゆきナイス30代で欲しいあ、あれは痛いよ、ね、カット、こうなってたカット、こうなってたで、ね、よしよしよしナイスキーパーじゃあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ相手3人帰ってきたら、うちも3出しちゃいますかそうだ、そうだちょっとラインだけ0で迎えた2本目、2-0目指しますスタートおおーうわっ何それ何それおいおいここ USJ じゃないぞお前ふざけんなよお前おーナイスあヒロムうまいヒロム今超うまいよヒロム大丈夫うまい抜ける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 あそれはうまくないヒロムいいねあーうまいわ取られちゃうかおーいナイスピーチ負けんなよ、絶対負けんなやばいいいようわぁ出せ、龍大にあぁー惜しいもう一個前に優しく最初はグー、ジャケッポイアイコでショーしゃーやばい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 やだよ時間残ってる最初はグー、ジャケッポイしゃーよっしゃーよっしゃーたけるで蹴り納め復帰戦頑張って頑張ります怪我なく年内ラストダンスやってきますまーいマジが最高マジが最高いないなあ右右ゆうちゃんがいやクリアもうちょっとそれもうちょっとお母さんが絶対なってくるあーごめんそうナイスうん素晴らしいおいえうまいわかりますか銀サウナやばいっすよね、アジサンド。あ、いやさあ、はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でした。快勝でございます。クリーンシートで。わー、素晴らしい。ってことで。はい、ここからグルメチャンネルスタートですよ。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。本日のね、グルメの会場に向かっていきたいと思います。それでは、とくとまし気象さんの鶏白湯濃厚ラーメンだった気がしますの醤油の豚チャーシューです。絶対美味しい。伸びるね、食べます。麺です。濃厚鶏白湯塩味で鶏チャーシュー大盛りでございますそして塩チャーシューとさらにこれになんと瓶のコーラブラボーはいごちそうさまでしたお腹いっぱいで麺屋秘
称さ、合法でね、飛翔できますよ。これそうね、確かに。はい、そしてですね、はい、ジャイアントからお知らせがございます。はい。12月26日から12月29日まで、ジャイアントが代表を務めるパンゲアフットボールグループの冬の海外キャンプが開催されます。そこでですね、子供から大人まで参加できるクラスをご用意してますので、ぜひ、皆さんご都合が合えば参加してください。そしてなんとですね、今回、マッスーのフリースタイルクラスを開催ということで、これ新開催です。リフティングします。ブラボーブラボーしかないのよ。お申し込み詳細は概要欄に貼ってありますので、そちらからチェックをよろしくお願いします。はい、ということでチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあと、はい、じゃあげ、じゃあげ、よっしゃー、よっしゃー。